ナイスパニック。おお、お前ナイスパニック、ナイスパニック。いや今暑いね。暑い。ナイスパニック、ナイスパニック。クール強いね。クール強い。クール強いんだよ。クールが強いんだよ。自己紹介をせ自己紹介を。ナイスパニックって言いたすぎて言いたすぎてね。ナイスパニック。シンプルでカジュアルのヨロです。ズンドウです。ズンドウです。今回も鋼統一だから、うん、うん、ズンドウっていう自己紹介ふさわしいね。そういうこと。ああ、そういうことやろ。合わせてきました。オッケー。タイプ別レートシールトップ6ですわ。はい、鋼タイプ編ですね。お送りしたいと思いますけど、お前終わらせに来てね、この企画。いや、もうシーズン最後なんで。そうね、もう終わらせないといけないんで。そうね、そうね。うん、歴代最強候補です。うんうん、うん、このパーティー鋼統一が歴代最強です。まあ、鋼統一自体2000今今うん昨期っていうか今期っていうか分かんないけど、シーズン16でね、2000行った方もいらっしゃるぐらい、いらっしゃるんで、鋼強いっすよね。強いっすね。現環境に鋼めちゃめちゃ刺さってますんで。パーティーに1体はいないとね。そうっすね、地面と同じっすよね。そうなんですよ。まあ鋼のメンタルもね培っていきたいなと、お前思いますね。まあ先発はまあナットレから入ります。はい、ナットレから入ってグロスとギルガルドを後ろに添えてね。うわ、どうしたですね。変なところで気遣いしてしまいました。手気遣い。クロスガルドを後ろに添えて、はい、はい、この戦術でいきたいと思います。うえ。さあ、ゆきさん対戦よろしくお願いします。お願いします。もう鋼統一一番の強みは何かっつったら、うん、ミミッキをね、軽んじることができる。あー、もう出してこないもんな。出してこんし、出てきたとしても全員で枯れるんで。そうね、うん、ミミッキがカモとかしてるんですよ、この現環境において。なるほど。あ、これはすごい強みなんで、だから鋼統一、上までのし上がれる要因かなとは思いますね。ミミッキって未だに1位なんかな。未だに1位っす。あ、そうだよ。ただカプレヒレがぐんぐんとね、あ、使用率上げてます。カプレヒレやっぱ強いもんな。なんかトップ3にも入った時代がありました。あ、マジで。月光河を抜いて。マジやばくない。やばいね。ああ、なんでまあカプレヒレから来ましたけどね。これ木の実かな。木の実でしょうね。木の実じゃないですか。おーおー、木の実であってほしかったけど、ね、うん、海の実ですわ。はいはいはい。これでもカプレヒレ回復することはできませんので。そうね、そうね。はい、うん、で、ここはギルガルドバックをケアしていきたいかなと思います。あ、相手の。はい、なるほど。ギルガルドにはギルガルド。お、マジで？うん、行きたいなと思います。あ、ギルガルドに強いギルガルドなのこれ。まあ素早さちょっと振ってるだけですけど、ゴーストゼットなんで吹き飛ばすことはできる。あ、なるほどね。いうことですね。吹き飛ばしてギルガルドミラーやったら、まあ上からゴーストゼット打てばおしまいなんで。ちょ、マジ？あ、グライオン。あ、グライオンか。グライオンはどうなんすか。カットつかないですね。あー、良くないですね。めちゃめちゃ良くない。あー、それめちゃめちゃ良くない。メタグロスやったら。あー、なんだよ。ただメタグロスはグライオン、まあ後出しできるんで。うんうんうん。あ、ここで地震とか飛んでこないと思う。え、でもこれ分かりやすいね。鋼統一。うん、やろ。鋼統一です。ギロチン型なんかな。ギロチン型かどうか分からない。ごめんなさい、分からないですね。毒毒かもしれんし、うんうんうん、分かりませんけど、うん、ここは守るもしくは身代わりを打ってくるターンですので。ああ、そうね。うん、はいはいはい。地震はないと思います。もうここで地震はしんどいけど、ね、そうね、身代わりでしょうね。あ、ありがとうございます。守るはちょっとね、後手に回る可能性があるけど。まあそうですね、剣舞の可能性もありますんで、うんうんうん、はいはいはい。うん、ここは身代わりから入ってきましたけど、うん、はい、ここはもう冷凍パンチでさっさと身代わり終わっていってから次どうしていくかっていうところですかね。声張るねっていうとこですよね。冷凍パンチ自撃でさすがに落ちる。絶対に落ちる。あ、まあけど今回意地っ張り。だいたい身長が多いんかね。身長が多いね。なんか特防に振るぐらいも、うん、やっぱ目ざ氷とかを意識してね。あ、はいはいはい、そうね。あ、冷凍パンチ意識しても多分落ちるかなと思うんですけどね。あ、防御の方面にあれしても、うん、まあでも目の声打たれる方が。そうですね、いやいや、圧倒的回数は多いと思う。あ、うん、あ、ちょっと半分入っちゃったな、お前。まあしょうがない、まあ、しょうがないけど。ここはぐらいを絶対にね、温存しとくべき。デキレだろ。絶対温存しとくべき。ポリツーかな。ポリツーもしくはギルガルド。うん、うん、もう可能性ありますね。ボーマンタがいたとしても、さすがにここは冷凍パンチが来るタイミングで。そうね、そうね、引けないんで、まあギルガルドにさせてよかったわ。何この人。ギルガルドにさせてよかったね。させてよかった。意地っ張りなんで自信めっちゃ入りますよ、お前。マジ。うん、確定には絶対出ます。わ、強い。はい、強いな。いや、今回意地っ張りしてよかった、マジで。うんうんうん。しかも草結びも今回覚えてるんで。あ、カバルドンもさせる。なるほどね。はい、カバルドンさせるのいいな。いや、凄まじく強いグロスでございます。あああああ、ここはもうギルガルドさっさと落としていきたいですね。はい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 、はい、キングシールドをしてきて、食べ残して、うん、回復したとしても、うん、自信では、うん、落ちると。なるほど。いうことですね。はいはいはい、免れないですよ、その勝手一発は。うんうん。で、ここもなんか引いてきそうなんで。あー、実際ギルガルド落ちたら微妙いもんな。うん、冷凍パンチ打っていってもいいけどね。
あ、グライオン読みで、うん、でもレヒレに引くんじゃねえ。そう、レヒレに引くこともあるけどね。あ、グライオンなんだ。まあ、ここで冷凍パンチのところでカプレヒレに引いてくるかもしれない。あー、なるほどね。やっぱ地震よりも冷凍パンチは。そうね、そうね、そうね、そうね。うん、ただまあ普通に。あ、え、マジ。あ、それ読みのそれかもしれない。それ読みのそれかもしれない。あー、なるほど。交代読み、交代読み、違う技読み地震。あ、一回その前に地震で読んでるから、うんうん、そうっすね。ってことか。ちょっと怖いっすよね、相手から。そうね、そうね、うん、それもまた読まれるんじゃないかと。あー、だからここは普通にレートパンチ打ったってことね。あ、そうっすね。まあ普通にレヒレから引いたら、うん、レヒレに引くんだったら普通にナットレ出す。あ、そうか、いくらでもナットレ出せる。終わるので、あ、余裕があるときは余裕を持って行動していくっていう感じですよね。はい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 。これが、まあ、王者ではないけど、王者の立ち振る舞いって言おうとしたけど、これ王者じゃないんだよ。相手相当厳しいな。相当厳しいっすね。ギルガルド、メタグロス、はい、ナットレイの包囲網。いや、やばいね。カプレヒレ、ギルガルドで突破せないかっていう、ね、そうなんですよ。しかもナットレイとギルガルドはもうギルガルドで見ないかっていう。あ、そうね。うん、相当しんどいですね。ギルガルドのあれが大きいですね、うん、負担が。ギルガルドの負担がでかすぎるけど、うん、ナットレイは畑落とす持ってるんで。あ、そっか。うん、食べ残しさえ硬いでしょ。なるほどね。うん、メタグロスも地震で一発で。はい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 。この2体で3体はね、落としないですね。そうね。ああ、いや、もうこれいったやろ。もう残念ながら今回ナットレイはもうちまちま型じゃないんで。そうね、その挑発は無意味ですね。宿り木とかではないけどね。そういうことですね。ああ、ここはもう交代を読んでずっと叩きます。あ、なるほど。まあ確かに、うん、カプレヒレの攻撃絶対耐えるんで。そうね。まあメザホンドがあったら別ですけど、この動きはないですね。決まったな。決まったね。決まった。チェックメイトですわこれね。落ちはせんやろけど。ああ、落ちはしないですね。ただもう回復する守備やと。そうね、そうね。もうため残し落とされてけんな。はい、ここもうね、これはもうダメでしょ。一生はたき落とすでいいもんな。一生はたいていい。一生はたいていい。これは厳しいね。ああ、でレヒレにはゴースゼットとシネの頭突きがある。ああ、もう完璧だ。うん、別にナットレが落ちても全然いいっすよ。鋼強いな。鋼強いよマジで。こう見るとミミックもう出てこないからね。そうね、相手6体にもしミミックがおったらもうミミック切っていいってことだもん、ね。うん、そうなんですよ。ああ、まあ来たとしても普通にやれるんで。鋼統一マジでこの環境に刺さってますね。あ、いい。千の年くいくかもしれないです。はい、5連勝です、これで。はい。はい、ということで、ありがとうございました、ゆきさん。ありがとうございました。さあ、待ちしました。アリシアさん、対戦よろしくお願いします。アリシアさん、お願いします。アリシアさんですね。びっくりした。でも、コーナー家がいてんだよな、マジで。俺、コーナー家できたことないっちゃん。こいつ、すごいね。俺ね、話題持ってかれました。コーナー家できたことないやつって、周りにいます？人類で初やね。あ、僕は聞いたことがない。俺も聞いたことない、俺以外で。20年以上生きてきて口内炎になったことないやつはおらんじゃない。いや、おらんことはないかもしれないけど。マジで一回もなったことない。こんなところにおるっちゃけんね。おらんことはないとは思うけど、いや、数パーセントと思うよ。マジ。うん、人類で。ええー。うん、いや、それくらいだって凄まじくさ、毎回口内炎になったやつもおるやん。あ、そうね、俺の友達にもおるわ。うん、ゆうたろうってやつね。あ、ゆうな。あいつは結構コーナー家に来たかけど。ごめん、おめえら、俺選ばれし者みたいだわ。いや、でもこれ自慢したい。これはちょっと自慢していいものかなと。自慢せないか。思いますけどね。はい。うん、選出していくよ。うん、やっぱりカバルドンにはグロスを投げていくぜ。もう草結びだからね。はい、うん、で、リザードンとルカリを両対応できるヒードラン。うんうんうん。そして、昨日はスタヨンのナットレ。はい。こいつらを後ろに添えとけば余裕で勝てるんじゃないかなと思います。強いな。さあ、アリシアさん、対戦よろしくお願いします。お願いします。もう今回のメタグロスはカバルドさせるんで。そうね、うん、何度も言うとおりますけど。ああ、ここはもう眠らせていいんで、カバルドンを落とします。なるほどね、うん、カバルドンだけを。カバルドンだけをいければいいってことね。そうですね、ステルスロックさえ巻かれなければ。ああ、ヒードランが今回タスキなんで。なるほど、タスキヒードランを採用してるんで。あ、いくら積まれてもいいってことか。あ、そうなんですよね。で、相手ルカリザでしょ。リザードンとルカリザでしょ。もう止まるもん、ヒードランで。ちょっとやだ。こいつちょっとやだ。いや、ただなんかね、相手のパーティーというか戦術、いや戦術じゃねえな、レート帯がね、やっぱ序盤やけんね。うん、格上と当たる率が低いね。ああ、なるほどね。多分この時期やったら最高レートでも1800ぐらいやから。そうね。うん、これ今何連勝？ 5 連勝ですよ。5連勝中ですね、今。うんうんうん。なんで5連勝して1576。うん、まあぼちぼちか。まあまあまあ、そんな悪くはないけど。そうね、普通って感じですね。はいはいはい。うん、5連勝やったら1600乗ってもいいけどね。
あ、そうったい1500体やったら。あー、はいはいはい、結構1600とか1700にバンバン当たってもいいの。まあかなり序盤やけんね、シーズン。そうなんすよね。うん、だからちょっとまだ2000目指すのもね。うんうん、やっぱちょっとあのマッチング運もあるんで。そうね、そうね。うん、ちょっと格上が多くなってから潜ろうかなみたいな感じで思ってますけど。なるほど。あくびから入ってくる。うんうん、まあ、ステルコで入られた方が困ったんで。あ、はいはいはい。あ、ここはもうあくびされて全然いいっす。うんうん、メタグロスはもうでも眠ちでいいのかな。もう急に悩むやん。初めてカバルドに当たったもんで。ああ、そうなんや。あ、でも切り返し効くんやろ、規定にされても。効きます。あ、じゃあもう、はい、なるほどね。うん、ここで隠していたクセ結びと、はい、放っていきますわ。うんうん、これはもう落ちますね。そうね。うん、はい、素晴らしい。最高の仕事です。片い爪補正入りますんで、草結び。そうね、特殊技ですけど。そうなんですよ。うん、これ強いよね、マジで。強い。威力120で出てるもんね、確か。カバルドも。あ、そうなの。多分、多分やけど。絶対じゃない、絶対じゃない。多分重たいポケモンには威力が上がっていくっていう。ああ、はい、そうですね。技なんて、カバルドもまあ見た目的に重いでしょ。カバだし。うん、カバやしね。うん。カバだから重いっしょ。それ威力120ぐらいいくわ。そうね。これインファイトは打ってくるか、もしくは剣の前悪巧み。うん。でも、一回眠らせて、うん。悪巧みとかしないやついるの？いや、でもあるかわからんけど。ああ、そっか、はい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 、はい、うん。あるかわからんから、うん、ここはちょっと、なるほどね。剣前悪巧み、積み技読み、ヒードランはちょっとリスキー。ああ、なるほど。ヒドラが削られちゃったらルカリオで全部いかれるっていうね。そうなんです、そうなんです。なんでちょっとここは一回ね、もうここは、あ、剣前ね、オッケー。メタグロスよいしょメタグロスをもう切る。いや、どっちかやね。ナットレイ死んでもいいけど。ああ、なるほど。うん、裏がナットレイ、もしくは裏はが、そうね、こっちナットレイなんですけど、ヒノガッサ、もしくは、うん、まあ、ミミッキはいないでしょ。リザードンはメガワクやけんいないでしょ。ボルト、ボルト、なるほど。クロスの方が大事な気がするな、なんかなんとなくやけど、ボルトロスな気がする。なんやそれ。なんとなくやけどね。え、ナットレイは、あ、そうか、気合い玉があるかもしれないから。そう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 、そっちゃそっちゃ。ボルトに確実に勝てるわけではないのか。そう、あと剣舞マッハパンチ型やったらナットレイも落とされるんで。ああ、なるほどね。うん、そう考えたらメタグロスを温存する方が賢明かなと思いました。はい、どうでしょうか。うん、いいよ。いや、いいでしょいいでしょそれいいよ。ただ相手がどう、なんか迷っとんね。そうね、前との勝負。じゃあちょっと気のガスやったらメタグロスが起きるかみたいな勝負になってくるってことかな。あ、そうっすね、そうっすね。ああ、なるほどなるほど。うん、はいはいはい。あ、ただマハパンチそんな入らないんで、うんうん、剣舞されない限り。なるほどね。うん、ただもうナットレ剣舞型やったらもうナットレ絶対負けるんで。ああ、なるほど。そう考えたら目覚めのね、運がある、運というか可能性がある。はい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 、はい、かけていくっていうのは、うんうん、いい判断じゃないかなと思いますけどね。確かにね。うん、最速を期してほしいけどね。確率高い方に高い方に持っていくみたいな感じなのかな。そうっすね、そうっすね。ポケモンと野球は確率スポーツですからね。あ、野球とポケモンが同じって言いたいですか。あ、そうですいや、そうです嘘つけそうですよ。そうですじゃねえ。うん、確率スポーツです。あ、だから何パーセント命中率とかね。うんうんうん、いろいろありますから。うんうん、確率のスポーツだと思ってますよ。なるほど。あ、マイクが、あとマイクが、マイクが倒れましたけども。あとやっぱメンタル、うん、まあ、鋼のメンタルはポケモンのみならず、まあ、ポケモンってもうメンタルすごい大事って昨シーズン悟りましたから。そうね、連敗してる時にいかに、うん、やっぱ負けを引きずらないか。うんうんうん、うん、これ大事だと思います。まあ全部に言えるけど、うん、全部に言える。本当にスポーツも、うん、しかり。なんか将棋のね、偉い人がね、うん、1回のミスは全然 OK って言った。ああ、うん、やっぱプロでも失敗するらしいっすよ。そりゃそうよ。ミスはあるらしい。そりゃそうよ。ただ2回目は本当に致命的につながるから。あ、致命的になっちゃうから、うんうんうん、2回目をいかにしないかっていう、はいはいはい、心構えを持つことが大事ですって。1回のゲームでってことね。そうです、うん、なるほどね。1回のゲームで、うんうん、やけんが、お、マジボルトやん。よかったね。よかったねじゃねえ。よかった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 ねじゃねえって、まあ、電気Z じゃない限りは。あ、なるほど。うん、でどっちみちこの道グロスが、うん、最長眠りとかやったらもう負けやろ。あんま最長眠りやったら負けですけど。うん、遅いな。でもこのボルトロス、あ、ほんとヒドランさんに遅いね。そう、ヒドラン一応最速なんですけど、うん、しかもここまで入ってるってことは直帰でもないし、耐久ぶりにも見えんな。なんすか、え、なんやろこいつ。わからんわからん。高速移動悪巧み型かもしれん。なるほどね。分からないけど。あ、冷ました。オッケー。冷ますんかい。冷ますんかい。俺たちらしくねえな。お前そこは眠りすぎてベタグロス倒れて負けるんかいの流れやろかい。うん、そうやろお前。いや、もう勝つに越したことないですけど。うん。あ、
まあ、ということで鋼統一6連勝達成しました。すげえな、強え。いや、ちょっと強いね。お前強くなったね、だいぶ。いや、強くなった、マジで。うん、なんか上からで申し訳ない。いや、でも事実ですからね。ちょっと調子乗って1700目指していきたいと思います、うん、はい、はい、ということでガルシアさん、大変ありがとうございました。ガルシア、いや、ありしやて。ここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。マサノシにポケモン新作どっち買おう。あんまシールドかな。あ、シールド。お前じゃあどっち買うと。俺はマシンガンかな。マシンガン。お前未来から来てね。